哎，有点尴尬嘞，哈哈。Hello，大家好，我是花木嘿哟，是今天一样继续来玩我们的人中重器呀、啊。哇，得赶个进度了，《人中之龙七外传》下个礼拜出啊，哈哈。啊，反正都是喜欢玩的游戏啦，就慢慢玩，慢慢玩，要玩就玩。没关系，on day night 的耍。哎，阿姨安，管吧安，晚上好。哎，那么我们一样继续来玩吧。我们上一次玩到说我们拥有韩军机，我们有一个队伍韩军机的加入，然后。没有然后了，然后我们要去救早田勇。呀，我觉得穿着这个太瞎趴了，我总觉得刚刚穿那个太瞎趴了，我觉得很不行。你还想要烧我？我操！じっくりご確認くだ你さい。还想烧我？啊，是咩韩宁呢？你没有跟我说你录取了。等一下，你录取了？哇，恭喜你耶！天哪，啊，你录取啊，我们很开心啊，是不是？啊，我们都是很や好りましたね。的朋友頑張ってくだ嘛，さ是い。不是？但今天有再有七座岛啊？啊，七座岛是什么意思？我来到一个岛，它叫卡加布列岛。七个加油岛。哦，抱歉，我以为是我来到一个岛，它叫卡加布列岛。抱歉，搞错了，sorry，my fault。哇哇哇哇哇！哇，这里怎么又他妈一个邪教？他妈的，一直邪教徒哎！哎，不白了，开枪啊！杀爆你们这些邪教徒！好凶，好凶！我们的韩军机好凶哦，为了杀掉一个邪教徒，直接开枪了。啊，这傻小，哎呀，这傻小，这什么动作？怪怪的哦！你今晚看了《赌神二》啊？所以呢，所以那个什么赌神，哎，赌神嘛，我忘了那个台词叫什么，那个。テンション上がりますね。被强行拿出小孩，哦，对啊，那个超靠背的。啊，靠背，我刚刚记错了啦。我记得有一段是那个我好险，我这个船是从巴拿马那里买下来的。我记得这一段，这有个靠背的。这个船，我从巴拿马运河那里买的。いらっしゃいませ。真他妈老梗。いただき。ごちそうさまでした。我记得被强行拿出小孩，然后好像是直接推下去身亡吗？我忘记了。我好久没有看《赌神二》了。我可能找时间要再去补翻一下，补翻补起来呀、啊，所谓的仓库翻。哇，Chinese 功夫，Chinese 功夫是不是？Chinese 功夫，Chinese 功夫嘞啊！
白涅斯功夫是不是？厨师是不是？白涅斯功夫，功夫才，还他妈喝酒？你是厨师呢？你怎么会喝酒呢？自发式啊，各位。喂，不，哇，我觉得韩军体搭配那个男公关真的很赞欸，是我问题吗？还是我的刻板印象当中韩军体就是搭配这个公关啊？啊，怎么会有一大堆人在跟踪我的屁屁，怪怪的哦。我觉得你们案情并不单纯哦。不会让我们被攻击。好哦。要是他们攻击了。哇。那我们继续往前走。哎，嗨嗨，左右为难，前后加难。Hello， 我们是赵哥的朋友。你们的老大嘞？啊，你们的大哥大嘞？啊，要不然我就打电话给台湾大哥大哦。你们的头目是赵哥对吧？笑死。哎，光头，好久不见，是正哦。哦，变态啊！地下爱好者告白啊！原来这种情报连寇秘书都没有，不要认真啦，安俊弟，不要认真，不要再认真了。靠腰，还有人在这样认真的。现在头目是老马，哇！哇操！哇，见钱眼开的光头，那好吧，那我们他们就不要活了，他们就别想活了，是不是？他们别想活了，那就开枪吧。我觉得这些敌人太他妈垃圾了，我觉得我好呛哦，太他妈垃圾了，垃圾了 ，fuck you！ 粉碎陀螺，来来来来来，体技体技 ，QC。跟优格，哎呀，浪费了。哎喂，看刚刚浪费掉了啦，白木。哇哇，什么都没有那个哎、欸，都不怕哎、欸。天大地不怕，那我给你们确诊好了，确诊就叫你们防疫了，哭啊！那谁叫你们不防疫啊？哎，不，之后我可能要拔牙了啊！啊，你要拔牙，你是洗牙吗？还是蛀牙？你牙齿又没黑，那应该是神经痛吧？
或者是长智齿之类的。哎，光头佬。哦呦，你娘嘞！等一下啦，等一下啦，靠背，我们25等啊，打29等的，干打得赢就闹鬼了。可怜呐、啊，可怜呐、啊，那米兰都没打中。怎么人都没有打中，也太好笑了。平行时空的奇遇，可是奇遇他不应该拿刀的、啊，他应该要空手接白刃呐、啊，你为什么拿刀？靠背啊！哦呦，哎呦，汉军体要GG耶，吓死我了！用嘴巴咬过，看还有这件事哦，我忘记了。可恶，太久没看了，找时间补班哦。嘿，送你一个冰块。送你几张冰块。哇，他竟然连魅惑都不行呢，哭啊！哦哦哦，对啦，那一段啊，但我突然想说，我没有印象，我只印象说那个 Sonic。他的胆胆碎了。我的印象还在那个 Sonic 的那个胆胆碎了。太靠背了吧！我好坏哦，画木。嘿，可可粉，安娜，可可粉，晚上好啊！一拳的 BOSS 卡米萨玛啦，也就是作者。没有啦，没有啦，那个作者那个是我乱掰的。一句话缠满地上，你的笑容已败光。嘿，防御力减低。兄弟，开枪，开枪！干正表示，妈的，有一个人不讲武德拿枪啊！他妈的，有人不讲武德拿枪啊！強くなった気がするぜ。テンション上がりますね。哇，有吃我的生日蛋糕哎！逼真演技。哎，光头叔叔，讲故事喽。哎，嗨。今天就要回去了吗？不好好陪我们玩一玩啊！我们四缺一哦。啊，我们把 Day by Day Night 完成了什么啊？没有错啦，继承者杀鬼啦！哎，大家好。你们会放过我吗？我什么都愿意说。你要确定欸。哇，被穷尽了，哭啊！哇，正在拷问欸，哭啊！啊，我知道一切拷问啊，拔手指啊那些的都出来了，我觉得很害怕。啊，这样子的话，那事情不得了啦，是不是？好，那我们就走过去吧。行きましょう、みんな。
PK 啊，这是、欸。哎、欸，其实一拳超人的 BOSS 神明，我还以为是那个哎、欸，那个很那个所谓的哎、欸、那个什么来着、啊，忘记了。那个作者，我以为是作者哎、欸，抱歉。好，我先帮韩君给他配点不一样的东西。小沙就耳环啦、啊，耳环跟手套就不用了，耳环跟耳环应该这样子，应该这样子就有哦，对啊，有啦，有 double。Double Plus Double Plus 哇，永远的带着微笑，好哦，微笑棺材，我懂了，还是微笑棺木，等一下。等一下，好，欸，这样应该可以了吧？啊，除了主力的要改一下，主力你要防小刀啊，春日的攻击力5，太健康了，真是健康的小宝宝啊，春日。靠北。Oh my god 啊 ！Oh my god 啊，兄弟！哎呦！哎喂！妈的，妈妈没有教过你，不要再！妈的！妈妈有叫过你，不要再他妈乱丢垃圾，哭啊！哇塞！哎呦喂啊！但直接超不爽的，直接来一发大的。阿里嘎多呢？妈的 ，SM 啦 ！SM 啊！喂喂啊！哎呦！哎，对哟。哇，止血了！哇，好神奇的咒语哦！好了，等他确诊。啊，就跟你说了，确诊，不要再把他走了啦，哭过。啊，讲这么多，没有人在听，那我真的没有办法了，是不是？讲这么多，没有人听。他的把我的话当大便是不是？哇，中华众、欸，开拓粉碎，
Hello， 卖给我东西，有卖给我哈？什么东西？手榴弹？你他妈卖给我一个灯架，冲三小嘞！啊 ？Hello， 卖给我一个灯架，冲三小嘞！怎么会有这么可怕的事？怎么有人会卖给我一个灯架？哭啊！哇，买买买，到时候又他妈缺钱了，哭啊！哇，我们的花木叔叔太穷了吧！花木叔叔，你怎么这么穷？哇，真将穷嘞！妈的，没有卖 RPG， 可惜。来来来来，捡东西啦！哇，肉包子！肉包子！哎，生日快乐啊！妈的！妈的，生日快乐嘞！我都给你生日快乐了，你还他妈！Sorry, I'm drinking. 抱歉。哎呀！祝你生日快乐 ，To you。啊 ，sorry， 小沙。Thank you， 拜拜。成功了，好不爽啊！哇！哇，韩俊基这个踢好痛哦！韩俊基怎么这么痛呢？開けてみるか。開いたぜ。他是不是帮着善西？帮着善西击退那些色狼，所以大家懂的。哇，要亲切感！哇，迪特怀斯曼啊，好久不见！我们正在玩人龙啦，人龙七，为了下个礼拜的外传。我可以操纵着银柳。我可以操纵着定龙，然后跑去玩四驱车了。回顾剧情是吧？没错啦。啊，听说期待外传吧？期待外传啊，它的剧情啊，就是六代跟七代之间，然后有被爆雷了。有被爆雷说剧情结束之后啊，那个童声会跑去夏威夷，跑去了 America 圣地亚哥。好，外加上我这个人中之龙七是 PS5 版的，是我们的 PS5 爸爸的。
只是可惜我没有 DLC 了，哭啊！哇，我这样子，冲吧！准备好了，我们上。我们有等差，没有问题。嘿，你好。哦，一定会招待各位。耶。哇，哇，这家店我们必须要客诉。哎呦！兄弟，臭傻小！哇，是全套套餐呢、欸，好夸张哦！他希望你的套餐很物价所值，是不是啊？可恶！哎喂，傻小！哇，有一个魅惑，笑死！色狼！他这样子也可以被干扰到，我这是迪巴鲁马嘞。看我被我那个骂韩文的脏话，我被冠帮啊，就是纠正了，是西巴老马，而不是西巴鲁马，是不是？我的西巴老马嘞！我劈你这个死光头！我劈你的死光头嘞！把你当球踢啊！哎呦喂！好，直接来一个玩命关头。我的东京甩尾嘞！哎，拜拜。负责人跑了，わかった。哇，负责人竟然会跑路哎、欸！不招待我们吗？不招待我们怎么行呢？是不是？哇，这是什么很烂的服务啊？啊，没差啦，啊，至少可以吃。杏仁米乳的豆腐。Sorry， 我他妈的好像讲错话了。吃杏仁米乳的屁，不是豆腐。開けてみるか。倒杯，一直他妈讲错，机车嘞。你们在做北京烤鸭哦、啊、辛苦了，希望某某人喜欢。哇，这些厨子要打人了。Chinese 功夫，活泼乱跳的食材，看人肉叉烧包是不是啊？哎，敢他妈的给我来个人肉叉烧包！私の番ですね。絶対
太狠毒了。啊、你们这么狠毒，啊你们不是要龙蝎啊？来啊，我这里又有个龙蝎啊！表蓝蜥，出来吧！哎，Surprise！龙虾很凶欸，太凶了。哦呦，低头踢你大头嘞！中毒是不是送你一个玫瑰花啦？还行吧。嘿嘿嘿！中毒死亡的，居然有中毒死亡的。你看，さすが高級店ね。どのお料理も最高に美味しそう。確かにうまそうだな。な、食っても罰は当たらねえよな。おいおい、急ぐんじゃなかったのかよ。我们不是在赶时间吗？没事，哇，吃一下 Chinese food， 再吃一下哦 ，Chinese food， 再来再来再吃再吃，哦哦，好吃，好，我这趟餐吃下去，50000块已经跑不掉了，谢谢大家。这里是吊猪场，哇！可恶，没有丫丫，要不然我就要叫某个 V 出来了。一个不想被煮的 V。開けてみるか。やったぜ。哇！我操！钢铁手套，太钢喽！哇，芒果布丁呢？哇，我家老婆最喜欢的了。老婆，老婆，上一次你还给我吃那个巧克力布丁，我太喜欢了。但我会帮你把布丁拿去做布丁奶茶。啊、只要不要给我把布丁放在啤酒杯就好了。谢谢兑换我老婆，我老婆好喜欢。哦呦，你娘嘞！哇 ，This is Tiger。小猫咪，竟然连老虎都有！哦，招待给 VIP 客人，是你的宠物，好哦。啊，很凶哦！啊，哇，哇，你那个。你那个什么礼啊？那个抱拳礼嘛，是不是？欲罢不能的感觉，五星好评。
哦，主菜是不是？来，让我看看主菜。哦哟，让我看看你的主菜吧。小孩子才会玩拳头嘞，我他妈掏掏枪了！我干，干这么硬哦！丁月斩，哦哟，当春日加一个 buff， 春日不拿椅子吗？啊？为什么？为什么春日不拿椅子？哇操！好啦，我偷个东西呀、啊。虾米都没。哇，盖冰老师，还有二连击这件事。二连击这件事情呢？干什么干什么？啊？fuck！ 你要不要确定一下呢？让我打一只老虎，哭啊！料理を食べながら虎を鑑賞って。金持ちの考えることはわからないわね。意外といいもんなのかもしれねえぜ。よく見たら可愛い顔してるじゃねえか。確实蛮可爱的，这只老虎。そうね。ご立派な。人を食い殺せるような牙が特に素敵よね。ああ。とにかく気を抜いたら一瞬で餌にされちまう。気を引き締めていこうぜ。花木一拳一个老虎，你要确定一下你在攻三小呢。好啦，我先帮主力上这个 buff 吧。我靠！暗娇虎啊，你怎么知道她是个女孩子？哭啊！万邦，你怎么知道她是个女孩子？哭啊！你是不是有看过？动一下，停啊！哎喂、啊！哎！真的假的？我是说这游戏的、欸。看，我不知道他是个母的，然后你就跟我说他是母的，然后就要确定一下。不是哎、欸，这个好痛、喔。如果是游戏没有看过哦，那没事了，那没事了，问题不大，问题不大。我只是觉得蛮好笑的、欸。好了，给老虎吃钞票了。哎、欸，是钞票啦！哎、欸、干，被自拍了。干，我刚被自拍、欸，要许我。我竟然会被一只老虎自拍、欸，冰老师哎、欸！哎呀！哎喂啊！哎呦，春日怕，他太怕了。
春日你不要怕，冷静冷静冷静一下，春日干，他位置美好哎，哭啊！哎，木烟，哇，你跑去刷宫崎骏哎！好看吗？木烟好看吗？哎喂啊！然后救命哦！看三次哭三次，哇哇，那一定是好评啊！哎喂啊！看春日到底怕啥小啦？看春日他妈的，他到底怕多久啊？太夸张了！但被公认很难懂的电影子，真的假的？他得用这招了。看得懂的人才会哭。哇！好可怜哦！呜呜呜！刚刚横俊基的那个好帅哦！看懂的人才会哭哭啊！因为会叫你说给我他妈看。我这部电影很好看哦。已经悬丝欠唱，真的假的？哇，竟然是我们的律师哎！居然是我们的米津律师唱的歌。干，他不能用这个。米津律师，来啊，打我！打主力大哥，他可以，他有护身石的能力。真的练这手，嘿，厉害啦！哦呦哦呦，这虎钩好可怕哦，虎钩。等一下，等一下，这只老虎居然被钞票扁了，还被扁死哎、欸！告白。まだ成長できるとはな。またいい女になっちゃった。テンション上がりますね。有没有看过有一只老虎会被钞票打死的经历？太他妈夸张了！哇，红宝石原石哎、欸！太赞了吧！哇，我想听墨叶唱歌，然后我们就会叫你墨叶姐姐。不要啦，迫害迫害。没有啦，抱歉啦，迫害啦，迫害一下，迫害一下，不好意思，不好意思。開けてみるか。開いたぜ。我们在迫害墨叶。然后到时候我的实来看我的实况会有两个未解之谜，就是第一个就是啊只要开台画布就会被烧，还有第二个就是墨叶到底是男的还是女的，我靠，要死。この奥にマブチたちがいるのかしら。おそらくな。何？欸
哎、欸、干，被打断了。抱歉。開けてみるか。打断了。打断你们说话了，靠北。哇塞了。十大未解之谜，还有最未解之谜的就是我他妈的要按个回血，为什么？究竟是为什么？因为他妈可以打断对话，哭啊！好了，一个走。啊。哟，マブチ。待ちかねたぜカスガ。哇。お前らは直接この手でやらなきゃつまらねえと思ってた。老贝，我这样讲会出事。这个发型真的很像那个哎、欸，某个 N 国的总统。嗯。蝶はどこだ？この建物にいる。今んとこはな。あ？今んとこ？もうあの世に生きかけてる。なんだと？あ？よ。わしらも手加速かマブちゃん。マコちゃん、いいえ結構です。石尾田さん、我々も安く見られるわけにはね。あなた方とはあくまで五分で杯交わさせてもらいたいと思ってますんで。わあ、ラオマーの周りにいるのは手だれです。ナウテの殺し屋たちで、ハンピンリューマンの切り札と言っていいでしょう。へえ、老马的发型真的他妈很像哎、欸！控えてるのは大見連合の方たちです。となるとですね。わかったわかった、いいよもう。半端ねえ状況ってことだろ。でも何聞かされたって関係ねえ。俺らが逃げれや蝶は死ぬ。それだけわかってるや十分だ。そう邪険にしないでください。お。韩俊基表示：“靠背，我在为你说明，你却这么呛我，下次不讲了。”荒川真澄中心さんに椅子ぶん取られて恥さらしとるもんや。何？おお天道。な、見た顔やろあのモジャ頭。大工がちゃかぶっ放した男や。それが今じゃピンピンしとる。ピンピンしやで、はあ、わしら大工の隠し事を見てもたんかもしれんの。カスガ、やつが天道だ。頭補佐の最後の一人、元ボクサーってやつか。わ、確かに你確定是拳击手、我还以为是摔跤选手。 WWE。 お二方はそちらでくつろいでてください。これから一つ余興を楽しんでいただきます。何か訳ありみたいだな。口が聞ける程度には生かしとく。あとはたっぷり時間をかけて可愛がってやろうな。あ、也只能战斗了。最後に前言うセリフは何になると思う？随分気持たせるんだな。早く殺してくださいだ。他的拿什么偃月刀啊？啊，关羽会很生气哦！你这个忘恩负义的小王八蛋！太忘恩了！再叫一次，小南希，出来吧！嗨！假你鼻梁啊！出本头哥哥。哎哎，干！
怎么他妈的没有全员中毒？先降防好了。喂。他妈的，先开枪了。打马渊了，没有错了。马渊他妈的会一天一反击耶，有点干哎。哎呦，57，好悲啊！我远距离射射看好了。可以耶，嘿嘿嘿嘿嘿，既然可以的话，那我先加那个加 buff 好了。アクロシバーク。他的先送一顿，消失哎，太夸张了。好，剩下你了哈。马渊昌啊，马渊昌，你不说我以为你是马超嘞，马超是马，是你老母的，没有呀。喂，他妈的，哎呦！这一下700多哎，要死啊！扛到你狗血 ！Happy birthday to you！ 哇，红色地势哎，好夸张哦！啊，我是个弱女子。干！安军基呀，好呗，好呗，安军基要出事了，我先放勇者之爱好了。哇！天地雷鸣斩！哦呦！我靠！看，好 RPG 哦，好 Monster Hunter 哦，刚刚那一招太夸张了！送你吃生日蛋糕啦，妈的！哎、欸，不是啊，靠北，韩俊基跟你无冤无仇哎、欸，你他妈好意思？你他妈好意思？哇，巨龙最窄、欸！哇靠，这么凶！太凶了，太凶了，凶巴巴嘞！我凶老木哎、欸！
实力强打，太弱了，太弱了，太接再厉，三十等，六六六，強くなった気がするぜ。三十等啦，さらに強くなれましたね。成長を感じます。太爽了啦，三十等呢。可怜啊，意志不做好，可惜。次は、てめえらだ。看看是谁啊？得先来跟我，好好的玩玩啊！ついとる下級ランカーとチャンピオンが同じリングに上がれるかいな？哦哟，讲这句话的同时，你很像很屌哦。天童杨戬，天童上啊！不要啊！おもろいのが出てきよった。我都已经上接不接下去了。私は喧嘩相手がおらんようになって久しさがいの。お？俺らを見逃したこと、後で後悔するぜ。竟然不打我们嘞！そいつは楽しみ。哇哇，好有江湖道义哦！飯食うとき、一番うまいもんを最後まで取っとくタイプや。哦，只剩下十尾田要跟我们打吗？アホやであいつは。そないな真似したら。他の門に食われるがな。肩慣らしはもういいよな。みんな。バカ野郎、喋らせんな。余計な体力使っちまうじゃねえか。コミシュルの人、奥の手とかあるなら今出して。おう、使える男、頼むよ。有用的人、很像哦。私に頼らずとも、あなた方はまだ。切り札をお持ちのようですよ。え？わ、なんと。お前。わ、南波、你竟然回来了。だから、無茶しすぎなんだよ、お前は。もうお前らと一緒に。面倒に巻き込まれるのはごめんだと思ったけどよ。すっきりするどころか、どうにも気になっちまってよ。ナンバーだから、その手伝わせてくれよ。ナンバーナンバーナンちゃんおかえり。全然かっこよくねえぞ、この野郎。どこ行ってたんだよ、チキショウ。なんやおったんか、悪い。また裏切んのか。さすが嫌なとこズバッとついてる。紫尾田表示本職のやつ。靠背啊，裁判，有没有有没有背骨在背骨的？これは裏切りなんかじゃねえ。俺はもう迷わねえ。悪いな、みんな。今日は俺の日だ。哇，很帅。呼呼，这样。南波再次加入队伍了。南波，欢迎回来。で、ナンバよ。俺らと離れている間にちゃんと成長してきたんだろうな。あ、成長？こういう風に合流するときは、だいたい成長して強くなってたりするのがお約束だろう。なんだよ、そのお約束って。まあ、俺も手ぶらじゃカッコつかねえし、新しい技くらいは考えてきたぜ。お、新招式、真的假的？
我要来看看南宝的新招式。先他妈公盖一下这个来干。靠北啊！我要公盖你们的说。他想关我屁事哦？不是关韩俊基屁事哦？明明是春日打你们，然后你们就直接靠北啊？哦，新招哎，燥热监狱的精髓，好，开启。哦，嘿的，就开。我操！这他妈是啥小了？X Bullshit！ 原来是那个啊，慧慧啊，厉害！太会了，太会了，太会了吧？哎、欸，我干你老师！天机，进来。我操！干你老师哎、欸，没有人这样玩的啦，裁判啊！太他妈夸张了！什么？由此可知，此场所不适合韩国人进入。看，你这个很地狱哎、欸，林老师哎、欸，太地狱了，太地狱了。但此外的韩国人靠背，这个我们不背啊！哎！啊！我的发型！とどめだ！ほら！ほい！よっしゃ！哦哟，700D 耶！好痛哦！要死了，要死了，要死了，要死了！我要封他的哦，静静。我靠你激花了！我不应该叫春日用这个的、欸，哇！但我不应该叫春日用这个、欸，哎，哇！啊！这下给他妈尴尬了。春日，送你喝饮料。送你小白哥。送你小白哥。Thank you。
来来，围殴他，围殴他！どうするかね。围殴他，冲啊！私の番ですね。やってやるぞ。あ、冲あ、冲あ！回復。俺の番だな。え、取っておきだ。やんのか。かかってきなさい。残力不。ほら来いよ。来啦，你刚刚不是很会开枪？上个 episode 的时候很会他妈开枪。我现在有枪了。不吉利萨。哎，不要反击，不要反击！啊靠北啊！南波好可怜哦，龙恩，听我说后，这个东西比魔法更有用。结果我给他生日蛋糕。看，结果给他生日蛋糕，笑死！勇者的执着，刑警之眼，恶臭，唐突恶臭，笑死！哇，小恶魔魅眼呢？啊，不行了，不行了！お前のおかげで命拾いしたな。何回目だっけ？数えちゃいねえよ。なあ、ナンバー。あんた、この後予定は？え？ついでと言っちゃなんだけどよ、もうちょい手伝っちゃもらえねえか。できれば助けてくれよ。俺にはあんたの仲間の助けがいるんだ。こんな俺を仲間だってまだ呼んでくれんのか。从现在开始你就是我们的战友了。当たり前だろ。友達よ。しょうがねえ連中だな。おお。ずいぶん上からじゃねえか。マジで、マジで。哇，真是个笨蛋。しょうがねえ連中だよ。相変わらず。ダメダメ。うるせえよ。ダメよ。ダメダメよ。確かにしょうがねえ連中だけど、お前の仲間だぜ。頼むぜ。死我！ありがとう。哎，不行啊，那个梗玩很久了，不要再玩了。おかえり。死我！死我！还是一个迷因的传说啊。なんだお前。啊，没事啦，反正南波都已经不是街友了，是没事。那。听说你把我弟弟照顾得很好。哇哇，我跟你说，寇秘书的待遇很不错。好哦。这时候就要乖乖道歉了，你把人家弟弟关了半年呢。就像韩俊基说的。嗯。啊。我靠！大小啊，哥哥表示我他妈的帮了你，你却跟我说你要结婚了，看我傻了，这是怎样啊？
好像对寇秘书没有很生气了。干你，你跟寇秘书已经成了亲家了，哭哦！他的屁股很痛，说你很粗鲁，靠北啊！欸、不是啊，你们好像忘了一个人呢、欸。嗯？哇哇，我们忘了赵天佑了。啊？哇，赵天佑，赵哥，你竟然活回来了！尴尬。哦，看起来是不要紧的吗？哇哇，好好笑哦！赵哥哭着想说：“我爸爸没有打过我，这是第一次打过我，太难过了。”啊？带你去见一个人。哇，只有春日岛第一个。好哦。哦。哦，秘书是不是叫你岳父？确实啊，确实啊，真的该叫岳父了吧？乖，听话，叫我一声岳父。然后我忘记那个谁啊，那个哦，心理之眼是增加命中率哦，好哦。然后那个什么？岳父这个梗不是那个吗？那个吕布的吗？三线加盟 ，fuck you！ 要没事，抱歉，我错了。哇，所以我们的赵天佑要见谁啊？我先过去看看。嗯，没事，由我们的赵哥来救我。春日君，こっち。こっちに出る。誰だよ。俺に会わせたいって。お前の昔の知り合いだってさ。ただ、春日君以外の人にはまだ顔見られたくないらしい。あ？そいつがあんたを助けてくれたってことか。あれ？まあね。と言いつつ、その人も大見連合なんだけど。名前は？聞いてない、教えてくれなかった。会ってみりゃ全部わかるか。哇，第一面就知道了。啊啊，是你。お久しぶりです、兄貴。哇，你染发了。染成黑发了，光雄。三つ、おい、無事だったのかお前。無事と言っていいもんかわかりませんが。哇。兄貴に想当初我玩手游版的时候。俺、無所出てからわからないことだらけだ。想当初我玩手游版拿到的决战 SSR 是光雄。そうらしいね。高攀不起了。それでも俺は今も荒川組の組員です。大見連合にはなっちまいましたが。お前も大見なのか。長さんを助けたのは俺の独断です。バレリア始末されます。じゃあ俺とこうしてるのはやべえってことか。ええ。ここで話せることは多くありません。ただ一つだけ兄貴のお耳に入れときたいことが。え、荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には一人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って、これ以上はまだ話せません。すみません。ミツ、また連絡させてもらいます。哇哇，竟然会是个豪赌耶，天哪。看来事情并不单纯，是不是？哎，出来了，出来了。安平龍馬はこれからどうなるんだ？
春日くんも結構酷なこと聞くね。まぶちのおかげでもうぐっちゃぐちゃだよ。肉の壁はすっかり穴だらけ。オウミがその気できたらもう持たないね。そんなにひどいのか。わあ、这样子我们该怎么办？終わり。ところがボスがこんななりじゃねえ。見てるだけで痛そうだよ。だから俺は総帥の座を降りようと思ってさ。え？ハンピン・リューマンにとってボスが誰かは大きな問題じゃない。何よりも大事なのはうちの部下たちに安心できる住処があるかどうかってこと。わかるでしょ？ああ、ハンピン・リューマンができた時の話は聞いた。でも今の俺にはそれを用意できるだけの力がない。もともと人をまとめんのは柄じゃない気してたんだけど、俺親父が先代だったからさ。ちょっと待てって。じゃあ次の総帥って誰か当てはいいんだ。赵天佑表示他的爸爸爸爸事情都丢给我。哇，我想揍爆他爸爸。春日も知ってるよ。あ？誰だよ。孫飛さん。孫飛ってハンピン・リューマンのボスにコミジュルがか。今日まで狭い壁の中で。麦基表示，但我他妈的要等于要经营两家企业是不是啊？哭哦，我看起来像总裁吗？那看起来很像啦。笑死。要死。さらに去っていくだろうね。仮にそうなったとしても、偉人さんは大きく体制を見直す時だよ。なるほど。ちょっと見えてきたぜ。お、何が？孫飛がハンピン・リューマンを束ねりゃ、アジトを焼かれたコミジュルにも居場所を作ってやれる。あんた自分の部下だけじゃなく、コミジュルの連中も助けてやりたいんだろ。わ、春日君ってさ、野暮なことまで全部口にしちゃう。赵哥表示、妈的，我最讨厌最敏烈的。いつもでけ、俺が見込んだ。那个最敏锐的人。でもまあ、偉人さんはお前らに大きな借りができたよ。清流会も感謝してると思うね。清流会か。なら、あの会長からはちょいと貸しを取り立ててやるかな。あ、貸しを取り立てるって？だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。あの人には聞きてえことがある。今の俺らになら話してもらえそうな気がするんだけど、あんたどう思うよ。おー、いけると思うね。案外抜け目ないじゃん春日くん。じゃくれぐれも星野会長によろしく。哇，我们要去见新农会会长，我要去见新农喽。那该生意兴隆了啦，巴士。生意兴隆啊。生意兴隆啊。何か。好，我先把韩军体换成杀手。妈的，再练下去会事情大条。安博就给他练吉他啦。哇，主力大哥。主力大哥给他练保全，春日十六者。じっくりご確認ください。哇，勇者的基地，解除所有的异常状态，いいね。满满的关爱，好哦，好哦，保镖啦，保镖啦，练一下，练一下。
屁屁店女王，不要不要不要，太夸张了。応援しています。看，要我列一个夜店女王，我干脆去死算了，我怕被 ban 啊。不要到时候一啊就好笑了，是不是？哦呦，信徒，哇，被你恼怒，我被你恼怒的恼怒嘞，嘿嘿，没事啊，没事啊。红泥菊花，武功攻击就能搞定。哇！我靠呗，叫选民？那你他妈议员是不是啊？白痴哦！叫选民。玄灵老木嘞，玄灵老木嘞，真的是太夸张了，没有看过如此嚣张之人。来了，武器都做一做了，为了成就非凡。めっちゃいい感じ。あとちょっと。太成就了，非凡哥哥，太成就非凡了吧？啊，我升一下，我升一下，升一下。马一马二马三马二祭司，我干你娘嘞！好啦，做一个三剑。啊，不错的。哇！叫金色蜻蜓，哭啊！哇，真的是来一个时光机啊，毒蜻蜓，我们的爱就像一个的时光机，每天拉客好麻烦哦。混合香水。哇，混合香水要去哪买啊？我他妈又不是个女生，我怎么会买香水嘞？是不是？没有错吧，米娜桑？嘿、欸，哇，还敢骚扰人呐、啊？还敢骚扰人呐、啊？给我过来！侦探是不是啊？やってみろ。やる気あるの？さあ、かくれんぼしますか？暗影消失。さあ、かくれんぼしますか？ほい！雨花弹。你就是暗影。来。哎喂，老了老了。哎、欸，傻小啊，这是什么东西啊？靠背，这什么东西？哦呦！哇，两下320哎、欸，好可怕的数字。任务完了！任务完了！
哎，这里又有个梅啊！哎，小姐，孤单寂寞觉得冷。哇哇，需要夹娃娃。不好意思啊，我没有娃娃，哭啊！有娃娃我就帮你了。哇！哇，还骗我投资什么奇奇怪怪的东西呀、啊？哭哦！你哪敢骗我投资？啊？なんだあいつは？啊？怎么了？怎么了？目が合ってしまった。兄弟、你怎么了？呼ばれている。あんた、そんなところで何やってんだ？兄弟、你怎么了？今から急いで電車に乗って東京へ行かないといけないのですが、その服がなくて。あ？服がない。ええ、泡だけはあるんですけどね。只有泡泡是傻小。何言ってんだ？僕今。こんな感じなんです。雑誌な。そうか。風邪ひくんじゃねえぞ。じゃあな。ちょっと待ってください。このままじゃ僕電車にも乗れないんですよ。話せ。おい、一個毛色的啦，够悲啊！大体なんでそんなことになってんだよ。服はどうした？実は少し前まで。僕はそこのソープランドであわあわして楽しんでいたんです。最近入ったミカちゃんって子が本当に可愛くて。それで？お楽しみの最中、急に祖父から連絡が来たんです。普段電話なんてしない人だから、無性に気になって出てみたら。出るのか？おばあちゃんが倒れたって。僕は大のおばあちゃん子なので取り乱してしまい、病院に駆けつけたい一心で。ミカちゃんや黒服の精子を振り切って泡まみれのまま飛び出しちゃったんですこの格好じゃ駅に着く前に捕まってしまいますまあそうだろうなだからお願いですあなたの服を貸していただけませんか兄弟你可以不要吗そうですよねこんな泡まみれの男に服なんて貸したくないですよねつうか、それならさっさとさっきいたソープに戻って服を回収すりゃいいだろう。それなんですけど、プレイ中に飛び出したのが結構な問題行為だったようで、出禁になっちゃいまして、服を取りに戻ろうとしたら、黒服の人に入り口で叩き出されてしまって、今に至るんです。あ？もはや状況的に、進むも地獄、引くも地獄でして、服を貸していただけないなら、せめて私を洋服屋まで連れて行っていただけませんか洋服屋そうですこの泡もいつまで持つか分かりません僕が完全に生まれたままの姿になる前に服をゲットして早く病院に行かないとそれなら俺があんたの服を買ってくるからそれでそんな時間はありませんあなたを待っている間におばあちゃんの身に何かあったらそれに万が一サイズや趣味が合わなかったら二度手間になって余計時間がかかってしまいます趣味を語れる立場かよだいたいそこまでの決意があるなら一人でさっさと洋服屋に行ったらいいだろうそうしたいところなんですが泡が落ちないようにしたら身動きが取りにくいし心情挑みのスカイよまだ水気が多いので泡が流される危険が高いんです水気なるほど水をかぶって泡が流された瞬間きっと私は即逮捕おばあちゃんに会うどころかシャバの空気すら吸えなくなってしまいます今の時点で逮捕されてもおかしくはないと思うがおいちゃん吐槽水が私にかからないようにしつつ洋服屋まで連れて行っていただけないでしょうか一生のお願いですどうかどうかああ。妈的，我有事要忙啦。俺も何かと忙しくてな。他のやつを当たってくれ。そうですか。わかりました。無理を言ってすみません。おばあちゃん。あ。
抱歉，我不想理你。但你你啊，你还我好心带你去那个服装店，你跟我说你还要选 Sky 哦，妈的！啊，就代表你的时间很多啊，那我就不帮你了、啊，妈的，神经病！第一次看过有这样的神经病，妈的！入ってくれ。高部の頭から会長と差しで話してもいいと許しをもらいました。ああ、聞いてるよ。今日お前らが何をしてきたのかも全部な。よくやってくれた。今俺がこうしてられんのもお前らのおかげで。清流会は無事だったんで。無事とは言わん。組の二三割の人間が家を出て近江の側に着いた。残ったもんにもわだかまりが残ってる。異人町の三す組がまがいもんだったと聞かされちゃうな。ハンピン・リューマンの長は孫妃に総帥の座を譲ると言ってました。それも聞いてる。何でもお見通しですか。そう遠くない未来を見ることもできる。いずれ清流会は近江連合の傘下に入ることになんだろう。え、この町のグレーゾーンにしか居場所を持てなかった人間には肉の壁こそが頼みの綱だ。だが肉の壁が崩れかけている今、彼らには死活問題が訪れる。荻窪豊が神通力を失ったと、そういった噂が政界に流れ出した。都知事がそれとなく広めてるそうだ。敵ながら手際がいい。若が長年にわたる幹事長の偽札ビジネス。そいつが世に出りゃ民事党は吹っ飛ぶだろう。だから知事はこの件で口を紡ぐ代わりに荻窪の後釜に収まることができる。あの若さで幹事長とはな。あ、真是个狠。よくわかんねんですが、幹事長ってそんなに偉いんすか。幹事長の役割は選挙の指揮と勝利だ。今の青木亮になら思いのまま候補者名簿を作れる。つまり日本の与党を、この国を好きなようにできる。この国を好きなように。だから奴の次の一手は総理に解散総選挙を迫ることだ。解散総選挙、バカな、このタイミングで。総理、荻窪先生に頼れなくなった今、さぞ不安をお感じでしょう。ですが私にはあの人よりも総理をお支えできる力があります。今総選挙となれば議席の3分の2以上を確約しますよ。何か具体的な策があるのかね。民事党が弱い選挙区にはブリーチジャパンの支部長たちを立てます。どの地域でも彼らは強い支持を受けています。何よりこの私が後ろ盾ですから、我が党の圧倒的勝利であなたの個人的な政治悲願も叶うでしょう。おお、総理は今ご自身に党内の求心力があるとお思いですか。荻窪先生の後ろ盾もなく。答えにくい答弁は議場でだけにしてほしいね。私を幹事長にした上で解散総選挙、それが飲めなければ荻窪先生の裏の仕事が世に出ます。現政権どころか民事党も消し飛ぶでしょう。いや、しかし都知事が幹事長を兼任した前例など。何より年齢が若すぎる。
なら私を止められる年寄りを連れてくればいい。もちろんそういう人がいればの話ですが。わあ、強い。しますかね。哇，这个少主好 Q 又好自大哦！天哪！肉の壁を崩したのは青木亮の野心だ。大見連合を動かし、まぶちを操った。それをやれるのが今の青木亮の力だ。いや、荒川正人だったな。哇，店主！老弟，カスガ、今お前がことの渦中にいるのは巡り合わせに過ぎん。ソープの店長が死んだ時、その場に居合わせたのは偶然だった。そう思うよな。はい。そうですね。だが、お前が偉人町に流れ着いたのはおそらく必然だろう。え？どういう意味で？いつかの偽札、今あるか？会長は、これを誰が俺に持たせたか知ってるっておっしゃいましたよね。ああ、その偽札を持っていることができた人間はこの世にただ一人。誰なんです、それは。荒川真澄だ。あ、老弟。おやっさん。いや、でも俺はそのおやっさんに撃たれて。ああ。お前は荒川に撃たれた。だが荒川はお前をこの町に運び込ませるために撃ったんだとしたら、え？その偽札はこの俺への紹介状だ。もしもお前が俺の元にたどり着いた時、春日一番が荒川真澄の身内だとそう知らせるためのな。わ、一時しいね。なんでそんなやり方を。俺の見立てじゃ、青木亮の野心とはまた別の動きが荒川にはある。別の動き？それ一体。そこまではわからん。だがそれを紹介状として使ったのならよほどの事態だと察するがな。会長、あなたと大家さんとはどういう。そいつは長い昔話になる。だがその話をするのにふさわしい場所はここじゃねえ。平安楼だ。平安楼。お、要带我去吃北京烤鸭了。あそこから始まって。北京ダッグが好物らしいな、あいつは。ええ。明日のランチでお前にも食わせてやる。席を予約しておこう。哇，人真好哎！会带人去吃北京烤鸭。啊，北京烤鸭。走，去吃北京烤鸭咯。让我想吃樱桃鸭啦。那哦，不是必然的吗？嗯、啊、嗯，
长。嗯？哇，村长要为你治疗。哇。嗯。哇，村长一定有什么内幕。哦。哦，我要去找村长谈谈。エリちゃんは何月生まれ？え？四月七日ですけど。ええ、好きな食べ物は？おい、あいつなんか口説き始めたぞ。わ、又在把妹。確かにエリちゃん可愛いけど。うん、なるほど。エリちゃんは黒ヒョウだな。え？黒ヒョウ？ああ、生まれや趣味を動物に当てはめる占いでな。ちなみに俺はチワワだ。ああ、俺ら相性バッチリみたいだぜ。口説き方フル。占いで口説くってところが世代を感じる。よ、占卜宝妹太有年代。好哦。私パンダの方が好きなので、パンダになりませんか？え？いや、どうだろうな。これそういうんじゃなくて。不能改成熊猫吗？等一下。噛み合わず撃沈してるし、っていうかチワワってどうなのよ。そこは俺に言われても困る。等一下、这个还蛮好笑的。啊，居然这年头竟然还有人用这样子来骗女孩子，太夸张了。啊？来骗女孩子，太离谱了。哎、hey, ，number， 零几杯啦。飲んでるか、ナンバー。おお、一番。ちょうどよかった。お前に話があるんだ。なんだよ、かしこまっちゃって。ちゃんと謝りたくてな。お前に嘘をついてたこと。偽札を追ってた件か。ああ。すまなかったな。いいってことよ。哇，你弟被放出来了，他是一个不幸中的万幸了。少し気になるのは、どこまでが本当の話かってことだ。例えば、お前が看護師だったってことは、そいつは正真正銘本当だ。じゃなきゃ、お前の傷の手当てなんかできやしないぜ。そうだよな。なら。病院の薬を盗んで横流ししてたってことは、それがバレて看護師免許を剥奪されたって言ってたよな。それに関しちゃ、まあ本当でも嘘でもあるな。どういうことだ。この話は有真有假。お前が初めてだ。ちょいと長い話になるが、構わねえか。ああ。你就说不会抓破皮的。俺は小学生の時にナイチンゲールの伝記を読んで看護師になろうと決めたんだ。彼女のように人の役に立てたらどんなに素晴らしいだろうと思ってな。だが実際看護師になってみると、夜勤は眠いし、患者のわがままには振り回されるし、しんどいのなんのって、次第に俺は仕事の手を抜くことばかり考えてな。ナースコールが聞こえない。色素心灵、只想着偷懒。自分でできる場所を探したり、すっかり初心を忘れて、40手前になった頃だ。新人の看護師で、水江って子が病院にやってきた。彼女は自己紹介で、ナイチンゲールに憧れてと言っててな。ナンバと同じだな。きっかけは同じでも、俺とはまるで違ったよ。水江ちゃんはどんな患者の声にも真剣に耳を傾けて、一切手を抜かねえ。その上、いつも笑顔でさ、まるで天使みてえな子だったよ。惚れたのか？バカ言え。向こうは23歳の花盛りで
こっちは40目前のおっさんだぞ。哇，那你就是只要有爱就没有问题啊，就像连续剧一样啊，是不是？只要有爱，有什么问题，对不对？只要有爱嘛，是不是？問題ね。This love. ナンバーは見た目よりずっと若く見えるしよ。嘘か。の、20代前半。いや、10代に見えてもおかしくねえ。嘘つくんじゃねえよ。すまねえ。まあ、冗談でもちょっと嬉しかったけどな。で、This is love. その水江ちゃんと何かあったのか？ああ、それでよ。水江ちゃんを見てると、俺にも看護師を志した頃の熱い気持ちが蘇ってきてな。今一度、真面目に仕事に向き合おうと思ったんだ。そいつはいい兆候じゃねえか。だけどこっちはもう中年だろ。体力がかなわねえ。ある晩、夜勤に入ってると猛烈に眠たくなってな。こっそり仮眠を取ろうとして、病院の裏庭で横になったんだ。すると、背後で物音が聞こえた。振り返ると、そこには倉庫があってな。病院で使う薬を保管している倉庫だ。そこから、水江ちゃんが出てきたんだよ。薬の補充か？ナンバーはサボってんのに、水江ちゃんは真面目だな。いや、俺たちの病院じゃ、薬の補充は薬剤師しかできない決まりになってるんだ。あ、俺や水江ちゃんは看護師だ。倉庫に入ることはねえ。だったらなんで水江ちゃんは倉庫から？あの頃、病院内には妙な噂が流れていてな。妙な噂？倉庫に保管してる薬の数がリストと合わないんだ。まあ、そこで誰かが薬を盗んで闇で横流ししてるんじゃないのかってな。まさか。不是吧。水江ちゃんが？ああ。倉庫から出てきた水江ちゃんの手には、しっかりと薬の箱が握られていたんだ。なんで水江ちゃんが薬の横流しなんて。話には聞いていたが、水江ちゃんの親御さんには借金があったらしくてな。彼女は給料のほとんどを渡して返済を手助けしてたんだ。だけど借金の額は一看護師の給料じゃ返しきれないほど莫大だったんだろう。じゃあ彼女は返済を助けるために薬の横流しを。ああ、俺は水江ちゃんが薬を盗み出すところを目撃しちまったってわけさ。だが水江ちゃんの方は俺が見てたことに気づいていなかった。こんな時、一番ならどうする？水江ちゃんを追いかけて捕まえるってのが正しいんだろうけど、彼女は望んで犯罪に手を染めるような子じゃないんだろう。ああ、親御さんのためにやむを得ずやっちまったに違いねえ。それに薬の横流しは犯罪には変わりねえが、誰かを痛めつけるような罪じゃないしよ。横流しが発覚して彼女が病院をクビになれや、借金返済は一層遠のく。哇，所以是南波在顶罪咯。悩んじまうよな。人真好哎。お前も俺と同じタイプで嬉しいよ。結局俺はどうすることもできずに黙って彼女の後ろ姿を見送っちまったんだ。この世にたった一人だけ許される犯罪者がいるとすれば、水江ちゃんに違いない。そう信じて何も見なかったことにしたんだ。その後、水江ちゃんは？倉庫で水江ちゃんを見てから少し経った頃だ。院長が薬の一件に関して警察に盗難届を出すと言い出したんだ。それまで警察には届けてなかったのか？ああ、病院のメンツに関わることだから、なるべく内々で解決したかったんだろう。だが一向に犯人が見つからないことにしびれを切らして、ついに警察へってわけさ。警察の捜査が入るとなると、水江ちゃんは犯人だとバレるのも時間の問題だ。逮捕されれば前科もつくし、
新聞に名前も出る。まだ若い彼女にとってそいつはあまりに一刻だと思わねえか。それに比べて俺はどうだ、中年の独身男。どんなに心を入れ替えても今さらナイチンゲールのようにはなれねえ。こんな俺が残るより彼女が残った方が医療業界のためになる。そう思わねえか。もしかしてナンバー、お前。ああ俺が名乗り出たよ。わあ、薬を盗んで転売してたのは俺ですって言ってな。それでナンバーは看護師免許を剥奪。うん、当然病院もクビだ。そこまでして水江ちゃんのことを。その後彼女からは何かなかったのか、電話とか手紙とか。特にねえよ。俺が住んでた独身寮もクビになった日に追い出されちまったしな。後悔はしてねえのか。それからほどなくして弟の失踪事件が起きたんだ。仮にクビになってなくても自分から辞めてたさ。後悔なんてしてねえよ。強いて言えば南波好男人。再说一次，南波好男人。見送りに行きたかったけどな。海外林高明啊，下周四。对啊，電子内途上国。对啊，我还跟我问，还跟我爸说，老爸，礼拜四能不能？能不能把我领片？海外派遣制度っていうのがあってな。这个要看老爸怎么说了。水江ちゃんは今年で3年目。きっと制度を利用して渡航するはずだ。それなら見送りぐらい行ったっていいじゃねえか。無理だよ。いつ経つのか、日にちもわからねえ。看護師時代の同僚に聞けば、渡航の日にちを教えてくれるだろう。バカ言え。俺は薬の横流し犯のレッテルが貼られてんだぞ。今さら同僚に連絡できるかよ。ちょっと二人さん、深刻な顔しちゃって何の話してるのよ。どう、さっちゃん。わ、小沙喝醉だいぶ飲んでるみてえだな。まあね。それより教えなさいよ、何の話してたのよ。ナンバのホームレス体験記ってのが壮絶でな。ホームレス体験記？なんせ家がねえから便所がねえわけだよ。壊して下痢なんかした日に。汚い話ね。もう少し色気のある話でもしてるかと思ったのに。本当に男っていくつになってもバカなんだから。気回してくれてありがとな。いいってことよ。まあ人生いつか最後にも打ち明けるよ。ただしあいつが酔っ払ってねえ時にな。数码宝贝零二的剧场版，真假的？酷哦！哇，我可以玩占卜师了，好看吗？虽然我很久没看那个了，数码宝贝了。どうも春日さん。ここはなかなか居心地のいい店ですね。ああだろ。しかしあんた一人で飲むのが様になってるな。さすがイケメンだ。おお、有趣真是场景酷哦。よかったら一杯ご馳走させてください。お、マジで？いや話せるね、ハン・ジュンギ。わ、帅哥人真好、人帅真好。あなたは不思議な人ですよ、春日さん。孫妃もあなたのことを高く買っています。私が焼き餅を焼くほどにね。わ、你们是情侣吗？そういや、还说吃醋。なんかお嬢様と羊って感じに見えるけどよ。私がコミジュルに来たのは3年ほど前のことです。まだ長いというほどではありません。そうかい。わ、3年。それまでは。人軍派という組織にいました。私はそのリーダーの影武者だったわけです。影武者ってと替え玉のことだよな。本物そっくり一模一样的复制的。
错。主が敵対組織に狙われた時には身代わりで殺される。结果老大在同生面前被杀了。今時そんなのが本当にいるんだな。ってことは、あんたの今の顔は作り物の顔です。大掛かりな整形手術を受けました。哇，人工的，酷啊！自前の顔もハンサムでしたけどね。しかしもはや写真すら存在しません。へえ、過去は捨てたってことかい？かっこよく言えばそうです。となると本名もハン・ジュンギじゃないわけだよな。本当の名前は何てんだ？まだそこまでの中じゃないでしょう。わあ、很好奇耶、你的真名。名前を呼び合うのが友達になる第一歩だろ。なかなかやりにくいですね。私はもう少し人と距離を置きたいタイプなんです。人言張って組織がそういうとこだったのか。名前からすると韓国マフィアだよな。春日さんは元東上会ですよね。なのに人言派をご存じないとは。無所暮らしが長かったもんでね。人言派が東上会とやり合っていたのは1980年頃。あなたが刑に服すずっと前です。80年頃って40年前か。俺はまだ赤ん坊に。他日表示妈的那个时候我还没出生呢。私はまだ生まれてもいませんでした。ですがその時に人言派は登場会に襲われ。哦，我知道我知道，这个是唐岛主事件。30人ほどがね。30。当時のカムロ町は春日的脸嘛，眼睛瞪好大，三小三十。聞いています。そして登場会はあまりに強く凶暴性をむき出しにしていました。だからって30人も。報復のため韓国の人言派本部はさらなる構成員を断続的に日本へ送り込みましたが、そのいずれも登場会の牙城を崩せず。しかしだからといって本国へ戻ることも許されない。哦对，那个时候被同生一拳一个小朋友干掉了。どこにも行き場をなくして見捨てられました。这就尴尬。そんな者たちの一人が私の父親だったわけです。なら、お前さん自身は日本生まれか。ねえ。かといって日本で歓迎された記憶はありませんがね。さらに言えば、仇の在日コミュニティからも受け入れられませんでした。うちの家族は。マフィア崩れの半端者としてどこからも弾き出されていたんです。そんな我々のことを端的に言えばはぐれ人言派といったところでしょう。はぐれ人言派か。あちゃま怎么了吗？お、流浪的真犬派。もう make rock 比较好。感觉打了很多经验值。我靠，史莱姆是不是啊？倒したら高い経験値がもらえそうだな。あ、さては春日さんもゲーム好きな口ですね。なあ、ガキの頃は散々遊んだぜ。ではいつか一緒にゲームの話もしましょう。私も嫌いではないので。おおよ。おおよ。そのはぐれ人言派はその後どうなったんだい？一月初确定播出，真的假的？加码哎！天哪！加码加码！21世紀に入って2006年の冬、私が二十歳になった頃、本国の人言派は日本の極道らに大攻勢を仕掛けます。ただしその際、我々はぐれ人言派には声もかからなかった。完全に蚊帳の外です。私の父親たちは日本へ行くよう命じた同胞から完全に忘れ去られたわけですよ。太爽了吧。俺も一人同じような目にあったやつを知ってる。え？今あんたの目の前にいるぜ。組に捨てられて18年無所にいたい。そうでしたね。哇，红病相连，嫌いになれないわけです。对，我跟你说，我就是之前的
被逐出的。被逐出的。結局登場会に潰されました。被逐出的。皮肉なことにその時の彼らも散り散りに我々はぐれ人文化へ加わることになった。惨めなものでしたよ。打ち捨てられた者同士が外国の底辺で身を寄せ合うしかなかったんです。苦労したみたいだな、あんた。見た目チャラい割に。それはお互い様ですね。だんだん遠慮がなくなってきたな。そのようです。どうも今日は私らしくなかった。楽しいお酒でしたよ、春日さん。下次一起喝酒。あんたが影武者をしてた本物の韓順義は今どうしてるんだ。彼は3年前に神言派を復活させ、一時はカムロ町の一角を手に仕掛けていましたが、頭に銃弾を受けて殺されました。その肝心な時に私はそばにいなかったんです。そうだった。お、那个老爹。じゃあそれだったらよ、あんたもう本当の自分名乗っていいんじゃねえか。なんでまだ影武者のままでいるんだよ。もしかしてこのまま本物の韓順義になり変わろうとしてるとか。さてだとしても春日さんには関係ない。難道你要扮演真正的韓順義？それでは。簡単に腹ん中見せるタイプじゃねえもんな。また今度じっくり飲んでみるか。わ、下次一起干一杯啊。安君記。噔噔噔噔噔噔噔。好，那我们去解一点点支线好了。因为我好像外派人手都不够，我想要再招更多。我以前超厉害的。哇，不要再骚扰了。这客人表示啊，干你娘嘞，我怎么遇到神经病。哇，老人麻烦劝架啦。哦，哎，哎呦呦呦呦呦呦，哎呦，我要跟一个明星打架，好哦，第一次知道，来来来，来火焰拳。我同意啦，我要成为他是虎宝贝大师。哈哈哈哈，小太好笑了吧。冷静下来了吗？啊，你不冷静，我再帮你冷静一下哦。曾经身为明星，却如此塑形不良，这是很不好的示范。对啊，白日初见你好啊，虽然你好像在 YT 有看到我就是了。哇，哈哈哈哈！好了，走了，大叔站起来，我们来谈谈心吧。人家画木可是谈心大师哎、欸。很久以前就在哦，对啊，在我们的师傅那里认识的，哇，师傅，大家的婆没有了，没事，抱歉抱歉，再讲下去，我就要被讲说我在性骚扰人了，哇，被 me too 了，哈哈哈哈哈哈，哇，觉得自己很丢脸。啊，是，
你丢脸就不要再犯了，要不然很难看欸。我以前是带给粉丝梦想的，如今变成现在这样，太难过了。我记得你的名字叫石天机宇宙人，高腰啊，这名字好像有暗示哎、欸，啊算了，李幻影对不对？你是不是李幻影？还有人记得我的名字哦，太感动了。哦，哎，我叫卡子拉啦，卡子拉基半嘎。没有人需要我了，太难过了。下次要换偶像的话，我知道啊，那个折车咬的服装嘛，那个我好像没有买 DLC 啊，但是我有一套，在小沙那里。贝里的话是可以穿那个啦。穿那个谁的服装啊？忘记了。那个我们的以前的女警的服装，我们的警花大队。嗯？哇，这个好女孩。嗯？啊？嗨。啊！哇，还敢他妈在我们的明星面前搞个潜规则？天哪，太离谱了！哇！哇靠！啊，结果坏人成了那个赢家，然后想要尽力保护的人变成输家，哎、欸，太难过了。哇！啊！哇，这其实这个明星也蛮真的蛮想的很周到哎、欸，哎，兄弟，没事吧，兄弟。我去买水，我不知道我这里有没有水。对啊，说实话真的蛮讽刺的，明明是明星面前把女孩掳走，却利用明星施暴。对啊，我就很痛恨这样的人呐、啊，因为这种人在，无论是不是在人龙的世界观啦。但在我看那些小说当中啊，我倒是觉得这个算是刻意抹黑了。他就是觉得说啊，那、啊、你既然没有办法达到我想要的东西，那我就要毁掉你的所有一切。看。太扯了，刚刚跑去玩 Holo 格斗，好玩吗？我玩的时候也蛮不错啦。啊，然后还有 Piccola 啦，Piccola 还不错。
还是只有日英可以啊，当一个练习啊，是不是？看吧。可是我刚刚觉得就是我看的那些小说当中啊，有一些偶像明星啊，都会发生这样子的情况，就是所谓的就是说，是刚刚发生的，说啊人家明明是为了救人，然后你们就把他塑造成坏人，这样子。这对明星来讲真的是蛮受伤的，就有一种啊，其实如果明星啊，明星就自己的制作人，这个可以当一个炒作也是不错啦，但是这个会发生两极化，一个会网爆这样子的尴尬情况，觉得这是蛮过分的。意思大地老是按不出来，没事，直接按简单模式就好。哦，三得利过去还只是闹事高级酒的品牌，今天才知道原来可以把它当矿泉水。你是说这个吗 ？Centola 天然水。三花明夜是不是啊？哦，哎，没事吧？我给你喝水。ありがとうございます。啊，需不需要给你强灌呢？舒服多了，谢谢。不能被粉丝看到啊！死！啊！没有粉丝的演员真的一点价值都没有，太难过了。三信不要再吕布了啦，哭哦！我还三妈嘞，臭臭锅，你肚子饿了，来了，你肚子饿了。哦，あの，幻影大人，看起来跟幻影大人很像。哦，李幻影大人，哇，冬季恋歌，哇，铁粉呢？我操！哇，安推粉呢？哇，幻影大人，我的爱。噔噔噔！哇！哇！原来是狂热粉丝夫妻呀！哇！いいえ。哇，还有想念他的粉丝。哇，如果 VTuber 有人毕业了，还会想起那位 VTuber 吗？哇，别忘了拿走厂刊啊，这是你最重要的宝物啊。哇，十本。哇，这是铁粉欸。那但比末夜的那个 Holo 还要屌欸。天哪，末夜专属 Holo 粉欸。
はい。重新再起了吧。李焕英。ええ。加油。それでは。加油，你不许颓废了。你不允许再颓废下去了，你要再往更好的。哎，这里发生什么事了？这个应该是李幻影的任务吧？啊，我好像没有接其他任务哎。还有的话是最底下那个没有穿衣服、满身泡泡的家伙。我想见我奶奶，所以我不小心。没有穿衣服，满身都是泡泡，直接走出去了。奶奶，哇哇，直接召唤我老婆哎、欸！我婆太卡哇伊了，我老婆，大家最喜欢看我老婆了。哎干，那我想绕路的、欸。我想绕路的、欸、你们这些坏人恶作剧针灸师嘛，针灸师是不是本唱秋是不是超级小混混是不是？你很唱秋嘛？啊，了不起是不是啊？啊，恭维啊！哎，所以嘞、嗯，怎么了？嗯、啊？嗯。哇，不是好事。搭话搭话，怎么了？哦啊！哎，嘿嘿，哦，哇，你想干什么？哇哇，他妈的勒索哎、欸！天哪！那根本不需要烦恼吧？啊、我现在就可以把它丢进海里面了。那靠腰啊，兄弟啊，你他妈的，我他妈拔刀了啦！啊！他妈勒索人是不是啊？啊，我又拔刀啦！啊，我最讨厌像你这种会勒索人的小王八蛋，是不是？大家有没有认同我的感受啊？金で揉めてプロデューサーぶん殴って廃業しただけの三流役者のくせに。金で揉めて？映画の出演料だったかで揉めて、その勢いでプロデューサーを殴ったんでしょ？一時期その話で持ち切りしたの。知道、名目え、小王八蛋。こいつはマネージャーの女の子を助けようとして、結果的に殴っちまっただけだろ。は？マネージャー？そのプロデューサーってやつは。イリュージョンのマネージャーだった女に無理やり手出そうとしたんだ。その時にマネージャーを守ろうとしてとっさに殴っちまった結果がこれだ。その後も女の子に話題がいかねえようにずっと一人で耐え続けてきたんだよこいつ。だから春日さん、いいんですよ。このことは当事者しか知らないことです。でもよ、
マネージャーの女。確かにあのプロデューサーは女に関しては悪い話ばかりだった。考えてみれば金で揉めたという話自体あの男が自分で言いました。打一打就洗白嘞。じゃあ、あんたは本当に自分のマネージャーを守るために廃業に追い込まれる状況になってもずっとその女性のために何も言わなかったと。鈴木さん、一つお願いがあります。今の話は他言無用です。間違ってもマネージャーだった子を探し出して世に出すようなことだけはしないでください。もしもそうなったら私はあなたを死んでも許さない。哇，あなた好男人。どうやら女性を守ろうとしたって話は本当のようですね。好男人。三流は私の方か。確かにあの事件のことはろくに調べないで報道の内容を勝手に信じていました。哇，自由记者也洗白了。写真はすべて消しました。もうデータはありません。哇，人真好。春日さん、今日は本当にありがとうございました。いや、大したことはしてねえし気にすんない。それよりあんたの復活応援してるぜ。ありがとうございます。ですが理由はどうであれ問題を起こしてしまったことは事実です。それをなかったことにして先へ進むつもりはありません。この町の人たちにも迷惑をかけてしまいました。私のこれまでの行い一つ一つをしっかりと受け止めてこれからお返ししていければと考えています。そしてまた一人でも多くの人たちに感動を与えられるような役者を目指します。まあこの間のファンみたいにあんたの演技で元気づけられる人は多いだろうし、しっかり頑張んな。はい、これは少ないですけど感謝の気持ちです。受け取ってください。回忆子弹。哇，他玩论破哎。それでは失礼します。お。哇。お前何のつもりだ。心配はいりませんよ。私は竜様の第一歩を取っただけですから。なんだか久しぶりにいい写真が撮れた気がします。新しい一歩を踏み出そうとする一人の役者のね。たまにはスキャンダルじゃなくて人の背中を押すような記事を書くのもいいですね。哇，就像 K 导一样。リュージョン電撃復活。長い沈黙を破り決意のリスタートを宣言なんてどうでしょう。哇，人真好哎。いいんじゃねえか。改めて彼に取材を申し込もうと思います。记者本来 不应该专拍名人丑闻的。あんなにまっすぐな顔を見せられちゃう。他有一些劣质的会拍丑闻并且勒索。いい記事期待してるぜ。这个我倒是觉得这是他妈蛮过分的。サインもらっておけばよかったな。敢请他帮我签名的。外派帮手，好，我现在就用。其实我倒是觉得啦，就是记者就是狗仔，狗仔在我们 VTuber 界来说的话 ，K 岛就是一大堆的乡民。记者就像是乡民嘛，就会觉得就是说啊，我说的东西都是正确的。然后不准反驳这样子之类的。其实我倒是觉得说，记者要嘛就给我拍那些就是振奋人心的报道啊，而并非像是说啊我跟你说这个人怎么样怎么样之类的来抵押。啊，除非是有人付钱聘的假记者。否则的话，哎，反正只要有钱都会报道一些烂新闻。是，好。
那我们就直接用李幻影。哦，召唤韩国明星，冬季恋歌。哇，带速光来了。사랑해나도사랑해啊，遗憾恋歌，好好哦，好，好哦，好哦，这个招式，好，这个大招，我觉得放闪啊！哇，果然妈妈说的没有错，我不应该看闪光的东西。要不然我他妈的，我真的要被白瞎狗眼了，要去配闪光眼镜。哇，我被吃狗粮啊！干，我他妈就是狗，我就被吃了狗粮。哭啊！被闪习惯就好，确实。我被闪了，我的眼睛好痛，我被闪了，我被。一对情侣闪光了，太难过了。好啦，我看一下目前的进度。一对情侣，我的想法就是比中指，直接说，我看你们不准你们在我面前晒狗粮，我都饱了，我他妈不是狗。如果我是狗，那我他妈就是舔狗，我就是喜欢舔女人的狗，干！太好笑了，太好笑了。好啦，看一下，现在11点37分，我要休息了。因为我刚刚去捡支箭嘛，然后发现到说。那个，再等一下去平安楼啊，或者是去找村长，差不多一个小时就跑不完了。好啦，就这样啦，感谢冠巴又召唤了我家老婆啦。我家老婆5岁，很可爱，但是长大变18岁美少女，是不是？完蛋了。可能被警察抓了，他听到外面的警车声，就知道有人干他妈的要来抓我，要死！好啦，我要关了啦，谢谢各位来看哦。那我要开始揪团啦，我要看我要揪给谁？我要揪给谁好嘞？我知道了，我要把你们丢给算了，我把你们丢给店主啦，大家有兴趣的话可以看店主直播。然后呢，明天一样继续我们的人中之龙七啦，然后下个礼拜四一定，除非光碟没有到，一定会玩人中之龙七外传。好，那么是这样啦，各位晚安，我要干什么 ？Good night, good night， 晚安，各位辛苦了，晚安，我们明天见啦，拜拜。